はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの、定番のですね、リーズナブルな標準レンズ、ズミタールの 50mm 人動画タイプですね。でもってですね、スリアルが900300で、1951年製の、ドイツ製のズミタールということになりますね。大変切りのいいナンバーですね。でもって戦後のですね、コーティングが施されているタイプになりますね。前玉にビデオだとちょっと見にくいかもしれないんですけれども、ブルーのコーティングがかかっているタイプになります。はい、マウントはスクリューマウントですね、バルナックライカに、お使いいただけるこのねじ込み式のマウントになりますね。アダプターをお使いいただければ M3 などの M 型にもお使いいただけますと。はいはい、この絞りの形がですね、前期と後期で違うんですけれども、これは六角形の後期のタイプになりますね。はい、では外観から見ていきますけれども、外観はご覧の通りですね、ひどい擦れ傷とか、経年感、使用感はなく、まあ、概ね綺麗な状態ですね。はい、ご覧の通りの、状態になっております。はい、落下して歪んだりとかですね、こうガタガタしたりとかいうこともないですね。はい、振動もこのようにまっすぐと降りてますね。はい、きちんとロックもしっかり効いてますね。レンズは前玉後ろ玉ともに大変綺麗ですね。擦れ傷やコーティングの剥離、引っかき傷、といったものはないですね。中玉にも曇りカビは一切なく、ゴミ釣りの混入が多少あるかなという程度ですね。経年並みの、釣りの混入がある程度ですね。絞り膜もご覧の通り非常に軽快に動作してまして、膜に油の乗りや痛みは見られないですね。はい、もちろんバルサム切れも一切見られないです。はい、はい、コーティングの状態も大変綺麗ですね。はい、ご覧の通りです。ピントヘリコイドもご覧の通り軽く動作してまして、動作ムラとか、引っかかりバル、グリス切れもないですね。はい、で無限のロックもきっちりと効いておりますという感じですね。付属品はご覧の通りリアキャップと、はい、ライカ純正のメタルフロントキャップが付属しております。はい、ということでですね、大変状態のいい、ライカの定番標準レンズズミタールの、50mm 人動タイプになります。はい、人気のタイプになりますので、ぜひお早めにチェックしていただけましたらと思います。以上です。